敵雷効果が目に見えて分かりやすいフェアビアンカ。あちこちから赤い新芽が吹き出しています。バラは花を咲かせることに一番エネルギーを使うので、敵雷することでエネルギーの消耗を抑え、枝生えと株が充実するためのエネルギーに回してあげると、新苗や貧弱苗は早く大きくなりやすいです。スプレー状につぼみを上げていたパトラッシュの新苗、またになっていないところまで切り戻したその後は赤い新芽が動き出しています。つぼみを上げ花を咲かせるためのエネルギーをこうして枝生えと株の成長へ回してあげるのがバラの新苗の育て方です。西側通路の悪条件下でもたくましい一気咲きのアルケミスト、株元からいくつかのベーサルシュートが出ていました。黄色やオレンジ系のバラあるあるで枝が枯れ込みやすい。それ我が家のゴールデンセレブレーションは特に多いです。ジャンヌダルク、月のリズムですが、今夜5月6日は満月、大潮です。8日の月曜日までが大潮になるので、地上部作物の収穫が特におすすめです。満月の頃は植物の養水分が枝葉や花や実へと注がれるので、バラもより一層綺麗に咲いてくれる時です。この満月で虫の産卵も多くなるので、今後、孵化する幼虫には注意が必要です。それから、今更ですが、形成があるのですが、前回の動画でも紹介した月と地球の距離が近くなる日付が、間違っていました。ごめんなさい。正確には、今夜のスーパームーンがそうでしたね。まあ、問題はないですが、日付を間違えていたので、今後は気をつけます。さて、満月を過ぎると栄養成長期になり、植物は根や体を作る働きになります。この栄養成長期は定植や移植、植え替え、追肥の適期になります。5月12日は下弦の月、小潮になります。小潮は12日土曜日、13日の日曜日になります。エネルギーの転換期である小潮は用水分の吸収が弱く、体質も弱化しやすいので、負担をかけないように控えめケアを心がけます。植物内のエネルギー循環は、花や実、枝生えと集中していた流れが、下降を始めます。小潮が明けると、新月へ向けて、根と用水分が集中します。追肥やお礼肥には、酵素系やリンカリ肥料、徒長対策、海藻エキス、発酵、などが好相性です。海藻エキスの貫注、リンカリ肥料など、一番花を咲かせて体力を消耗したバラをねぎらい、補うことで二番花への活力となるようしっかりお礼肥します。普段はそこまで肥料を気にしなくても、
与えずとも、バラはそれなりに育ってくれますが、春の一番花だけは力強い芽吹きとともに、品種によっては房咲きのたくさんのお花を咲かせるので、満開を過ぎた頃のお礼声は、バラの体力回復という意味でも、ここで受精を落とさぬよう、とても大事です。5月20日土曜日は、新月、大潮です。大潮は19日金曜日から22日月曜日になります。新月の頃の栄養成長期は、病気が出やすくなるので、予防や日頃のケアが大事になります。バラの黒点病、うどんこ病には注意が必要です。薬剤散布される方は、大潮の3日前、17日水曜日頃がおすすめです。陽明散布の注意点としては、高温時は葉焼けの原因になりかねないので避けます。また、暑さ対策として、活力剤の力出せやストレスブロック、ハイポネックス微粉の貫注もおすすめです。20日の新月を過ぎると、植物は生殖成長期になり、花や実を作る働きになります。根に集中していた葉水分の流れは、地上部へと上昇し始めます。28日日曜日は上弦の月、小潮です。26日金曜日から29日の月曜日までが小潮となります。月のリズムのお手入れは概要欄にまとめてあるので、よかったら参考にしてみてくださいね。高校圏のクレマチス、メイリー。及川グリーンさんオリジナルのクレマチス、レンク。レンクは八重咲き品種には珍しく、小ぶりなお花をたくさん咲かせます。旧枝咲きの品種です。お嫁候補のニューウェーブ。現在はリアルでバラとも花友さんの交流がないので、嫁ぎ先は母の元になってしまいますが、いつかまたガーデニングが趣味のお友達ができるといいな。フルーツとティーの大好きな香りのラベルポー。次々にお花が咲いてきましたが、ちょっとなんか違うよね、ブー。でも、花色と香りは大好きなので、今後の成長が楽しみです。花枝がまっすぐ伸びるベンジャミンブリテン。東側シェードガーデンのバラも順調につぼみを上げています。